こんにちは、木内です。今回は春、一軒の家づくりの過程、土地の購入からどんな打ち合わせをして、現在の家が完成したのか、設計の段階を中心に見ていただきます。先日5年後の生活の様子も動画で撮らせていただいたんで、ぜひ最後までご覧ください。今回のケースは土地探しをして新築されたんですけども、実はこの土地に決める前にも数回プランニングしています。土地探しについてはまた別の動画でまとめようと思いますけども、1軒目で決まることはまずないですね。決断できないっていうこともありますし、これからずっと住み続ける場所を決定するっていうのは、思われているよりも大変で、手間がかかるものかもしれません。土地を探し始めて良さそうな土地が見つかれば、まず計画案を作成するんですけども、私たち設計者にとっては真剣勝負です。建主さんのご要望はもちろんですが、それに加えてその土地が持つポテンシャルをどう顕在化するか、どれだけその土地の魅力を増幅することができるかどうか、そこに設計者の真価が問われているような気がするからです。家づくりは長丁場です。設計段階少なくとも4ヶ月、工事段階が6ヶ月、トータルすると通常1年程度はかかります。長いので、とりあえずスタートして、徐々に勉強していこうと考えるかもしれませんけども、思いのほか、クライマックスは早くやってきます。もちろん最初は何もない状態、無から有を生み出すその瞬間が家づくり、そして入居後の暮らしを決定づけると言ってもいいと思います。ここで納得いくものはできないと、それからの家づくりは面白くないし、あの時もう少し考えたらよかったなと、後悔を引きずりながら一生住み続けることになるかもしれません。逆にこの初期の計画の段階さえ抑えれば、後の仕様や設備なんかは打ち合わせをしながら何とかなります。これから家づくりを始めようという方は、最初に大切な決断がやってくると、いうことを頭に入れておいてください。そしてできるだけ多くのプランを見てください。そうすると設計者の提案するものもイメージしやすくなりますので、事前に多くの事例を見ておくことをお勧めします。それでは今回の斜面を生かす家の家づくりをご紹介します。敷地に高低差がある事例です。フラットの土地と違ってちょっと高低差があると途端にイメージするのが難しくなると思います。ただこういった土地はデメリットも多い代わりに、特徴を生かしてやると大きなメリットが生まれることも多くあります。今回の敷地のある地域はこんな風な断面です。ちょっと絵で描きますと、こういった南斜面で、この上の部分はもう約50年ぐらい前に開発された宅地です。最近になってこの斜面の部分がハウスメーカーによって造成されました。今回の敷地はこの部分になります。この土地は2年くらいかけてようやく巡り合えた土地です。建主さんはもともと眺めが良くて自然に囲まれた土地を探していました。でもなかなか出てこないのでどうしようかなという時に、新聞チラシが入っていてこれだと思ったそうです。最初に検討したのはこの斜面地をどうするかです。こんな風に全面に擁壁を作って敷地をもうフラットにしてしまうことが多いと思います。その方が庭も増えるし、プランも描きやすいのかもしれません。ただこんな風に造成すると街に対して圧迫感があって、なんか家も薄っぺらで奥行きのないものになってしまいます。ですので少なくても敷地全体に擁壁を設けることはやめようと、そこのところは当初から建主さんと考えが一致していました。この模型は当初の案の一つで、前面に趣味室を配置したんです。ご主人さんが釣りとかウィンドサーフィンとか木工なんかやっていて、部屋から直接車に荷物を運びたいと希望があってプランニングしたんですけども、ちょっと予算的なこともあり、最終的には趣味室は奥に行って、思い切ってこの斜面はそのまま残して緑化することになりました。大きな決断だったんですけども、最初はやりたいことはたくさん出てくると思いますけども、本当に大切なことを見つけて、それ以外は削っていく、そんな削っていく作業はどんな建築にも必要になります。むしろそうすることによってコンセプトが明確になって、
いい家になるということが数多く経験しています。ここは妥協ではなくて建主さんの決断が必要なところです。駐車スペースと斜面があって、家が建てられるのはこの上の部分です。まずプランニングで優先するのは家族が過ごす時間が一番長いリビングです。リビングを家の中で一番居心地のいい場所に配置しますが、その場所っていうのはよほど特殊な事情がない限りは南側に大きな窓の取れる場所になります。今回も素直に南側にリビングを持ってきて南側を全面窓にしました。ただ気をつけないといけないのは、道路から丸見えになってしまってはいつもカーテンやブラインドが締め切りになってしまいます。残念ながらそんな家はすごく多いんですけども、そうならないように対策を考えないといけません。今回は道路と約3メートルの敷地に高低差があることを利用してこんな風に考えました。道路と斜面があって、建物が建つのはこの上の部分です。そしてリビングダイニングの南側に大きなカウンターを設けました。そしてそのカウンターを外に伸ばす感じでデッキを張り出しています。こうすることによって道行く人からは天井面は見えてもソファーやテーブルでくつろいでいるところは視線を遮ることができます。その窓の上には深い軒を張り出しています。夏はこんな感じで太陽高度が高いので日射は遮れます。逆に冬は30度ぐらいなのでリビングの奥まで日の光を入れることができます。これが東向きや西向きの窓でしたら夏でも太陽高度が低いのでこうはいきません。日本では昔から南向きの家が好まれるし、その分土地の価格が高いのもこういう理由からです。この端から端まで設けた長いカウンターにはいろんな役割あります。もちろん子どもさんが勉強したりお父さんお母さんの書斎にもなるカウンターですけども、カウンターの下には床置き型のエアコンを隠したり収納を設けています。そして一番大きかったのは窓をうまく作れるようになったことです。カウンター上部を光を取り込むための最高の窓として、カウンターの下を風を通すための通風の窓としています。上部はアルミサッシをつけずにガラスを直接柱にはめ込んでいます。カウンターの下は機能を優先してアルミサッシのルーバー窓としています。それでそのルーバー窓の外は木製の格子で隠すようにしました。後ほど完成写真を見ていただきます。斜面を緑化して一本香木を植えました。そうすることによって家の中から緑を感じることができます。そうして道行く人にも緑を感じてもらえるようになります。立石さんも社会や街に貢献したいという意識が高い人でしたので、この辺りはすんなりと決まりました。この斜面はもともと竹林だったその山がそのまま残っているんですが、その斜面を緑化してやって、そうしてできるだけ自然を取り込む、その辺りがこの家づくりを特徴づけている最も大切なコンセプトになりました。一番居心地が良い南側にリビングダイニングを配置するのはセオリー通りです。ただキッチンとの関係は建主さんと一緒に結構打ち合わせを重ねました。キッチンからテレビが見たいっていうのは結構多い要望なんですけども、それでもこんな風なアイランドキッチンを作るとちょっとオープンすぎて汚れ物が気になってしまうということなので、最終的にはこんなプランになりました。リビングからは少し隠してやります。キッチンは使い勝手のいい壁付き型のキッチンとして、ダイニングとの間にカウンターを張り出しています。こうすることによって作業台が長くなるので、ご主人と2人でお料理をしたり、またパーティーシンクもつけているんで子供さんがお手伝いするのにも便利で十分な広さです。冷蔵庫とか家電とか食器棚を隠せるのもメリットの一つです。キッチンから引き戸を開けると洗面、そして浴室につながります。そしてキッチンからだけではなく廊下からの出入り口もあって、その戸を開けてやるとぐるぐると回れるようになっています。来客があっても気にせずにキッチンとか洗面お風呂に出入りできるっていうのも喜ばれています。こちらがホビールームです。ご主人の趣味である釣りとか木工が楽しめるように半分土間コンクリートにしています。引き戸を開けると中庭と一体になって、季節の時期なんかはここは開けっぱなしにしておられます。この趣味室は当初の計画からは奥へ引っ込みましたが、部屋を通らずに出入りできるので心置きなく趣味に打ち込みます。この壁に仕込んでいる障子を閉めるとゲストルームに変わります。
使用頻度の低い部屋はこんな風に兼用できると小スペースになります。この階段から2階上がります。この階段は段板を浮かせて玄関を広く見せています。後ほど写真を見てください。2階プランはできるだけコンパクトに、廊下を設けずに階段上がったところから各部屋に出入りします。寝室にはデッキテラスがついています。ここからは昔からある竹林を借景できます。こっちは子供室ですが、間仕切りは設けずに一つの大きな部屋としています。将来部屋を分けることも考えて、引き戸とか照明コンセントは間仕切りを想定して対象に設けています。そうすればロフト付きの4畳半の部屋が2部屋できることになります。もしかしたら家具程度の間仕切りなのかもしれませんし、案外子育ての期間は短いんで、そんなに大きくする必要はないように思います。平面プランでお気づきかもしれませんが、各部屋には収納がありません。全員の服をまとめてこちらのウォークインクローゼットに収納しておられます。収納はたくさんあれば便利ですが、扉を作るのに案外コストがかかりますんで、集約することによってコストダウンにもなっています。このような間取りで床面積が約40坪、極力廊下を少なくして空間を有効に利用しています。このような打ち合わせを経て、先ほどの平面図や断面図、それにこういう立面図、それと大まかな仕上げを決めると、基本設計と言われる図面がまとまります。引き続いて実設計という工事をするための詳細図面を起こしていきます。ごく一部だけ簡単に見ていただきますと、これは金ばかり図、完成すれば見えない仕様なんかも書き込みます。これを見れば大体家の仕上げとか仕様がわかる情報の一番多い図面です。これは平面詳細図です。先ほどの100分の1の平面図からスケールが大きくなり、いろんなものが見えてきます。例えばデッキへの出入り口は窓枠をできるだけこの柱の後ろに隠してやって、ガラス1枚だけが入っているようにすっきりと収めようとか、壁から持ち出すテレビ台ですとか、キッチンの素材なんかも決めていきます。これは階段の詳細図です。鉄骨でささら桁を作ってやって、その上に木の集成材を載せています。展開図は壁の面を描いていきます。高さ方向の情報ですとか、壁の素材や扉の大きさを確認します。キッチンの間接照明のディテールです。長いカウンターの上部は採光のための窓、カウンターの下は風を通す通風の窓としています。建具屋さんが製作するための図面です。扉の材質とか、塗装の種類なんかを書き込みます。外構図は家の周りの図面です。土間ですとか階段ですとか、植栽や水道の位置などを打ち合わせします。今回の斜面は芝生とコクマザサをストライプ状に植えることにしました。香木はクスノキとヒメシャラです。ヒメシャラは落葉ですけども、ダイニングが十分日照が得られるので、いつも緑が見られる常緑の木を選びました。自転車とかタイヤはこのコンクリートの箱の裏に隠します。またこれだけ植栽の範囲が広いので水道代が気になります。そこで薄い利用のためのタンクを設けました。屋根に降った雨水をこのタンクに溜めて水やりに利用しています。これは柱とか梁とかいった構造の図面です。今回は接合部に金物を使った SE 工法を採用しています。通常は耐力壁が何枚かつくんですけども、構造計算をして南面の筋交いをなくしています。それによって大きな開口部が成立しています。コンセントとか照明の打ち合わせも大切で、約1日かけてやります。こうして建主さんといろんな打ち合わせをして詳細を決めていきます。実設計が完成すると見積もりを出して、工事業者さんを決定して、建築確認申請を経て、ようやく工事の着工となります。工事が始まってからも地鎮祭に合わせて建物の位置を確認したり、上等時に骨組みが立ち上がった状態で形や素材の最終確認をしています。そうして完成したのがこの写真のような建物です。道路から見た写真ですが、緑の斜面の上に立つシンプルな箱型の家になりました。2階の部屋は少し奥まっているので、正面からは平屋に見えます。道行く人の視線を遮りながら、たっぷりと光を取り込みます。この斜面の手前を右に折れて、コンクリートの壁に当たって左手の階段からアプローチします。
ちらっと見える右側のコンクリートの箱の裏に自転車を隠しています。自転車なんかを隠してやることも大切です。夕景はこんな風に見えます。もちろんブラインドは入れていますけども、相手だとしても窓から見えるのは主にこんな風な板張りの天井面です。右手のコンクリートや板張りの塀に沿って階段を上がっていくと門扉が見えます。門扉越しに奥のいろはもみじが見えています。その奥の趣味室にも直接出入りすることができます。門扉入って振り返るとリビングの窓が、その先の眺望がリビング越しに広がります。右手が玄関です。リビングからダイニングを見たところです。全体にカウンターを設けて、その下にエアコンや収納を入れています。上が採光の窓で、カウンターの下が通風の窓です。窓の周りに垂れ壁や袖壁がより外部と一体になるように感じます。右手の奥にキッチンと張り出したカウンターが見えます。キッチンから見たところです。内装は基本的にどの部屋も同じです。床は木材のフローリング、壁は漆喰とシラス壁、天井は板張りやシナ合板としています。木の部分は建具を含めて同じ色で塗っていますので、統一感があって家全体が一つの空間になっていると思います。こうした材料は時間が経っても味わいが出るものです。壁から持ち出したテレビ台も作り付けています。趣味室の半分は土間にしていますが、引き込みの障子を閉めるとゲストルームになります。奥は全面収納、かなりの収納量があります。玄関から階段を見たところです。階段を浮かせていますので土間が広く使えます。また広く見えると思います。階段の奥のガラスの向こうがゲストルーム、趣味室になります。2階上がったところにある小さなホールです。水が使えるように水洗とボールをつけました。窓からはちらっといろはもみじが見えています。こちらは寝室です。デッキテラス越しに隣の竹林を借景しています。子供室は将来間仕切れるように引き戸や照明コンセントを対象につけています。そして素晴らしいのはご主人手作りの歯ブラシ立て、これはジグザグチェアのような手作りの花台です。同じ塗料を塗っていますので空間にすっかり馴染んでいます。ダイニングテーブルも通販で買ったアルミ製の足に厚い合板を乗せただけのものです。子供さんが汚しても気になりません。門扉の前に置かれているこういった水盤も非常にいい感じです。縦に差しにちも当時はまだなんとなく違和感があると言われてましたけども、こうして手を加えるうちにだんだんと馴染んできたと言います。先日こういったご様子を動画で撮らせていただきましたので、ぜひご覧ください。竣工から約5年、クスノキも大きく成長して街並みに溶け込んできています。Thank you.
かがだったでしょうか。建物はあくまでもそこに住まう人の暮らしの背景ですけども、その背景が逆に生活を引き立てるということもあるんではないでしょうか。そう考えると、家を作ることは自分の将来の人生の一部を作ることのようにも思います。今回は斜面を生かす家の家づくりの過程、そして生活の様子を見ていただきました。あまり見られないプランになったかもしれませんが、敷地関空を読んで住まい手のご家族の意見を聞きながら整理しデザインしたものです。こういった建物は工業製品とは違って基本的に一品生産ですので、プランオリジナルとしても一気にコストが上がるわけではありません。敷地が持つポテンシャルを生かしながら、より自分たちの暮らしにふさわしい家づくりを目指してください。そのためにはいろんな家やプランを見て、なぜそうなっているかを知ることが大切です。ほとんどの方にとっては家づくりは初めての経験だと思います。これからも家づくりに大切な情報をデザインの現場からお伝えしますので、ぜひご参考にしてください。今回も動画を見ていただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。